いやでもちゃんと懐かしさもありながら新しさもあってすごい正当な感じで仕上がったなと思って、いろんなものを合わせるのもいいけど、ワンブランドでちゃんとその時期時期のテーマに合わせて顔一つ作るっていうのもやっぱ愛ですね。皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです。今回は2022の、春夏で新しく出てきたコスメブランドの中からもう本当に万人受けするようなブランドルナソルさんを特集でやっていきたいと思います。じゃあ早速また2022の春夏のコスメがいろいろとリリースしてきた中で、ムロさんいつもいろんなものを紹介してくれるんですけど、今回私もまたルナソルに刺さったっていう感じで刺さりましたね。これはねやっぱりもうなんか絶対刺さると思ってました僕。こんな感じなんかザ・ルナソルって感じしないですか。なんかそのベージュがベースなんだけど、私最近本当にインテリアとかでもインテリアショップ行った時になんか今までみたいなヌーディーなベージュじゃなくて、ちょっと今日ムロさんに塗ってもらったこのなんか縄文時代の土器みたいな恋愛色っぽいね。そうちょっとねこの色にすごく最近惹かれてて、でまさに今回のルナソルでもこうネイルに入ってきたりとか、あとなんかこう懐かしい、そうですね、ちょっとベージュ系の口紅、やっぱ最近赤系とかちょっと青み系とかがすごいね多かったので、そういう中でちょっとベージュを出してきたっていうのはちょっと僕もびっくりしたんですけども、これがなかなかねやっぱりね久々に使うと新鮮なわけですよ。この色味も懐かしいですよね。なんかここが入ってくることによって懐かしさがどっかある、だけど、例えばね今日はこっちを使っていきますけども、すごい綺麗なんです。もうメインになるカラー、これもなんていうのかな、もうね砂漠っぽい色っていうのかな、ちょっとなんていうのかな、いわゆる質感はドライじゃないんだけども色的に言ったらちょっとドライな感じで、そこの中にちゃんと締め色がギュッと入ってることによってこれは引き立ててくれるみたいな感じで、使い方はめちゃめちゃその頑張ってグラデーションを作りましょうっていう配列じゃないので、ザッと塗って際の部分ザッと塗る感じみたいな感じで仕上がるところもすごくいいです。であとはこの色ですね、この色単色で使ってもめちゃめちゃおしゃれです。まあまあルナソルはもうベージュが得意っていう風にみんなが認知してるブランドだからこそ、まああえてなんか一見見た目はすごいなんていうのかな、あの夏メイクですって言ってすごい色を前面と出してきてるわけじゃないから、割とすごくトーンが落ち着いてる感じがするんだけども、それはそれでやっぱり統一性があってめちゃめちゃおしゃれ。だから結局攻めてる部分で濃い色が入ってるから、こうちゃんとね引き算とね足し算っていうところがちゃんと考えられて作られてるって感じですよね。ただ抜けだけじゃなくてねっていうところがすごい考えられてます。なんでもじゃあ早速使っていきましょう。じゃあ今日はこちらを使ってメイクをしていきたいと思います。こちらは EX の21番ですね。もうサンドカラー、明るめのブラウン、ベージュ、明るめのベージュのブラウンのカラーに少しブラウンなんだけども、なんていうのかな、カーキ寄りのブラウンが入ってるので、この色合わせがめちゃめちゃおしゃれです。なんでこっちを使っていきます。まず右上のこのベージュカラーですね、この明るいやつ、この明るいカラーをまずマズバブラ全体にパッと伸ばしていきます、これねもうベースのカラー、これは色がないんですけども、すごいスキニーで、これ塗っただけで皮膚の色はちゃんと残しながら、パッと立体感が出ます。そしたら次ですね、次はメインのカラーなんですけども、こちらの方のベージュ、ブラウンベージュ、ちょっとオレンジ味がある、を乗せていきます。これもあの色づきはすごくはっきりしてるわけではないので、際の部分からアイホールに向かってふわっとなじませるような感じ。すごい肌なじみがいいんだけども、いい感じにコントラストはつくんですよ、こうなじみながら。なのでまあこれだけでも仕上がってしまうような感じ、でもそうすると立体感というか深みがないので、そこでこの一番締まりの色ですね、そこにちょっと期待してるんだ私この色。やっぱりね、
ちょっと曖昧さがありますよね、うん、色的に言ったら。この色はグラデーションで入れようとするんじゃなくて、ちょっと際の部分にシャドーライナーとして使ってきます。際の部分だけ使うことによってコントラスト、馴染むんじゃなくてパッキリ分かれてコントラストがつくので、すごい上のニュアンスを壊さずに目元のフレームにニュアンスをつけてくれる、うん、やっぱなんかどこか懐かしさがある、うん、懐かしさがある、うん、綺麗だね、うんうん、いい色、いい色、うん、これは少し色の主張、やっぱ綺麗な色だからただ目が締まってるだけじゃなくて色のニュアンスを感じたいので、ちょっとだけ長めの方がいいです。はい、目尻をね、うん、目尻ちょっと長めにしてあげることによって、うん、この色自体が引き立ってくるので、うんうん、やっぱりこうやって強い色が、うん、まあ、強いって言いながら真っ暗じゃ、うん、真っ黒じゃないから、うんうん、この強い色が入ることによって、うん、なんか女性としてね、うん、強さを与えられた気持ちになるの。だから優しさと強さをね一気に持って、優しいものにこれを入れることで、ことで強さね、そう、与えられた気になる。あ、いい表現です、なるほどね、うん、前にやった、前去年一昨年くらいやったちょっとサファリルックにちょっと似てますよね。前やったサファリルックの方は、うん、もう本当に夏って感じだったんだけど、うんうん、正直これは、うん、結構年中問わないんじゃないかなって思っちゃうんだけど、年中問わないですね、はい、そしたら今度下まぶたにもこのニュアンスをつけていきます、はい、これを下まぶたにのせると途端にちょっと色っぽくなります、うん、じゃあ目開いてください。僕もさーっとフレッシュなんだけど色っぽいみたいな感じ、うん、目元全体のイメージになりましたね。さっきまではまぶたって感じだったんだけど、うんうん、やっぱ目の印象って感じで、うん、なんかね、うん、この色は囲んであげた方が断然綺麗です、うんうん、なんか上だけで済ませるんじゃなくて、もう目のフレームを全部を囲んであげるような、うん、そんな使い方をしてほしいなと思います、うん、さらに目尻側だけ、さっきの締め色ですね、締め色を目尻側の部分だけに軽く薄く乗せてあげるとフレームの中にキュッとラインが入るので、うん、そうですね、そうすると目のフレーム自体が全体に囲むわけではないんだけども、うんうん、しっかりグッと横に出てきます。決して派手な色ではないんだけど、やっぱりニュアンスがこれだけ変わってくると、うん、なんかね、使っててもね楽しい、うんうん、で最後なんですけども、フレームカラーを目頭の部分上下ちょっと鍵を作るような感じ、かなり彫り深になった。そうですね、目尻の部分は艶を足さずに、うん、目頭の部分だけ艶を足すことによって目尻のエッジが生きてくるので、そうすると横がグッとなんていうのかっこいいというかね、スタイリッシュな眼差しになってくるので、うん、指でザーでいいです。3分の1くらい、はい、はい、どうですか、うん、奥行きが出て立体感ができた感じになるから、うん、もう本当にこのシンプルな配色なんだけど、うん、しっかり目元の大事な陰影、陰影ね、うんうん、作ってくれてるなっていうのが分かる、うん、だから例えば黒い洋服、モノトーンの洋服でも合いそうだし、ボタニカルな感じの洋服でも合いそうじゃない、うん、なんかニュートラルな感じ、ある意味そう、うん、そのニュートラルっていうのが誰にでも受けるし、うんうん、結局何年も使えるし、アイシャドウってやっぱり消費するのにものすごく時間かかるから、うん、なかなか底見えまで使うことないけど、うん、やっぱり1個持ってたら安心っていう。確かにそうですね、マスカラです、はい、マスカラ今回2色出てます。これはどちらかというと今使ったパレットじゃない方に合わせる、この下の2色に似たような色のマスカラと、うんうんうん、あともう1色がこの締め色、カーキっぽいね、うん、カーキっぽいんだけどブラウンっぽくて、ブラウニッシュカーキ、うんうん、なかなかちょっと見たことのない色ではあります、うん、なんかただのカーキではないので、そうですね、メタル感もなんかちょっと感じるし、うん、なのでこれをアイラインと同じ色をちょっと合わせていきます、うん、はい、これもねすごいマスカラの液自体すごい軽くて塗りやすいんですよ、あんまり重みを感じないというか、うん、自然、なんかうん、ジャケット最後に羽織った気分、カーキの、うん、あとやっぱりこれ同じような同系色のカーキのマスカラをのせることによってアイラインが引き立ってくる。頑張りすぎてないってすごい大事だから、うん、このアイラインと色を合わせることによって、うん、やっぱりそこがちゃんと抜け感でありながらも印象は強くしてくれてる、うんうん、だからもうメイクしてなんかすごい張り切りすぎると疲れちゃうじゃないですか、うん、そういうのがないから頑張ってますじゃなくてね、そうそう、さらっとやっぱりなんかちょっとなんだろう、うん、いい大人の女性のテーマってなんかいつも思うんですけども、うんうんうん、さらっとかっこいいとかさらっと
なんていうのかな、ちょっとフェミニン可愛いとか、なんかやっぱサラッとがないと、でちゃんとしてるんだけど抜け感がないと、うん、ちゃんとしてるんだけど、うん、やっぱりしっかりしすぎちゃってると、うんうん、なんかそれだけで威圧感になっちゃうから、なりますね、そう自分も ね相手も。そしたら次、はい、血色ですね。これは見たことないかもです。これリキッドチークなんですけども、これね、なんか一瞬ブロンザーっぽいでしょ、うんうんうん、ブロンザーっぽいんだけど、これね、なんだ、水を一滴も使ってないオイルベースなんですよ。これ本当にここにのせるの？そうです、そうです。あ、でもすごいツヤが出そう。そう、ツヤが出るし、うん、なんていうのかな、すごい白肌の人に使ったら、うん、ちょっと日焼け肌っぽく見える感じ。なるほど。じゃあ実際つけていきますね。はい、想像つかないわ。つかないでしょ、うん、ポンポンポン。結構ね、しっかりつけてもらっても大丈夫。自然だし、肌に溶け込みながら、なんていうのかな、ちょっと日焼けっぽいというかオレンジ味が入ってるのかな、ちゃんとねツヤがあって、うんうん、で顔に締まりが出ます。出ますね、うん、なので思ったんですけど、これ例えば少し生え際の部分とか、うん、あとはこのなんていうのかな、こっちのシェードの部分に軽く重ねてあげてもいい立体感出るんじゃないかなと、うん、なんかここ、これさ、ちなみに、うん、結構さ古い、うん、入れ方だけどさ、うん、もう入れ方って言っちゃあれだけどうん、うん、こっち側とかまで伸ばしてもいい感じかもしれないですね、うんうん、そうそうそう、なんかツヤがあるから、うん、本当にシーズンくらいまで伸ばしてもいいし、うんうんうん、もし日焼け肌に作りたいんであればもっと内側まで持ってきてもいいかも、ここまで、ね、ここまで持ってきてここ、ね、うんうん、いいかも。ちょっとオーバーに、うん、でちょっと置くので自分でこれ伸ばし具合ちょっと伝えてみてください、うん、テクスチャーをね、うん、するでしょ、する、 あんまりねぐる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 しないようにポン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 、悪いゲーム必要だからね、悪いゲーム、ちょっと伸ばしていい、うん、伸ばしてポン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 と、ちょっとこっちまでちょっと、うん、そっちまで行っちゃったとしても、うん、多分馴染む、色がね、そんな強くないから、うん、でしょう、馴染むよね、うん、で、あとね、例えばちょっとこめかみの部分、うん、この部分もちょっとピュピュッと、そうこれは楽しいな、マスクから上のメイクが、うん、うん、なんかすごいそんなに立体、コントワー用じゃないのに、うん、コントワー遊びしてる気分、いやこのツヤ感本当に好きなんだ、なんかもうこうちょっと角度変えた時に、うん、本当にキラキラってツヤがトゥルンでしょ、そう、トゥルン、そうで、なおかつやっぱりここまで入れるのおすすめするわ、うん、なんかもうこの辺が全体的に、うん、統一感がもう一気に高まった、高まりますよね、うんうん、なんか一気にちょっと夏顔になる、うん、あとやっぱり自分の顔って毎日メイクしてるとね、うん、正直なんか飽きちゃうんだよ、飽きる時あるんだけど、なんか新鮮で楽しい、うんうん、ね、うん、あと本当使いやすくて、これ水が一滴も入ってないっていうの触ってみてわかるでしょ、オイリーな感じ、なんかね、オイリーなんだけど、オイリーなんだけどサラサラしてるんだよね、そう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 、水みたいなテクスチャーの、そうそうそう、なんか不思議ですよね、僕もこれ触ってみて不思議だなと思って、なんか、うん、オイルの美容液みたいなのとはまた違って、うん、ちゃんと色が乗るし色も止まるし色も馴染むし、これ欲しい、塗れば塗るほどなんかわざとらしくないツヤがね、うん、できるから、あとこうやって指でどんなにブキッチョさんでも伸ばしてみて失敗する気しないでしょ、うん、色がこういう色だから失敗しない、うん、もうはみ出たらその分また多く塗ればいい、でもはみ出たらはみ出たで、そうそうそう、はみ出た部分伸ばしちゃえばいいや、うん、くらいな感じ、うん、もう馴染むから、これはもう本当にメイクが苦手な人がもう一式持ったら、うん、次の日から自信持てる、そうですね、だからルナソルのすごいところって、うん、もう他のブランドでも毎回ドキッとはさせてくれるけど、うん、本当に万人受けっていうところが、うんうん、そうですね、だからたまにバッとすごいものも出てくるけども、やっぱりこういうちょっとザ・ベーシックなものをおしゃれに作らせたら、うん、天下一品ですよね、うん、そのなんだろう、昔からのルナソル像っていうものが変わってない、うんうんうん、だからやっぱりなんかルナソルでベージュのものが出てきてベージュを見るとやっぱ嬉しくなる、で久々に来た、はい、口紅ではベージュは出てたんですけども、うん、こういったグロスですね、はい、またベージュなんですよ、うん、それでこれがちょっとねまた特殊というか変わった質感でグロス状なんだけど、塗るでしょ、塗っ
て伸ばすとマットなの。ちょっとギラギラじゃないの。うんうんうん、あ、フィットしてる感じだね。そうそう、フィットして、うん、なんかすごいドマットではないんだけど、うん、あのグロス特有のツヤがトゥルトゥルです、うんうん、じゃなくて、それがふわっと泳がない感じか。泳がない感じ、うん、ふわっとした感じなんですよ。ベージュリップって最近使いました？うん、1998年から使ってない1930年。そう、あのベージュリップは使ったけど、ここまで本当になんか懐かしいベージュっていうか、ちゃんとベージュ赤みでもなく、なんかその時代をやっぱり生きてきたから懐かしいでしょ。でもやっぱベージュはベージュでも進化してますからね。当時のなんていうのかな、白っちゃけたベージュ、なんかほぼ白でしょみたいなベージュではないので、この質感だったらアウトに変えてあげても可愛い。うん、ちょっとオーバーポリップっぽく塗ってもらったけど、うん、そうですね、なんか、うん、いやでもちゃんと懐かしさもありながら新しさもあって、今オーバー気味に変えてもらったんだけど、やっぱり女性ってあれなんですよね、40歳過ぎてくると本当に唇ってどん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 薄くなってくから、痩せてきますよね。そう、痩せてくるから、ちょっと若返った気分で嬉しい。でも例えばこれ赤リップでやってしまうと、オーバーとかでやってしまうと、ちょっとなんだろう、ムンムンムンした感じになっちゃうけど、ベージュだったら気兼ねなく、白浮きするベージュではないから使いやすいと思う。いい感じです。今日は 1,2,3,4 アイテム詰め合わせて5アイテムを使いましたけど、どうですか。全部トータルすることでやっぱり統一感はすごく出るけど、本当にアイシャドウだけでも満足高いし、このチークだけでも高いし、もちろんこのリップグロスだけでもすごい満足感高かったから、すごい正当な感じで仕上がったなと思って、あのこういう人、こういうメイクの人にいろいろトークされちゃったら信頼しちゃいそう。確かにね。そう、正当派だからやっぱりこれ全部ルナソル縛りで今日はメイクしたじゃないですか、こうやってやっぱり統一してメイクをしてみると思うんだけど、やっぱり正統派というか、まあこうなんでザ・ベーシックじゃないですか、やっぱりニュアンスのあるベーシックなんだけども、これが入ることによってとてもなんていうかな、カジュアルダウンしてくれる感じがします。そのバランスだから、これやっぱりなんだろう、なんかいろんなものを合わせるのもいいけど、ワンブランドでちゃんとその時期時期のテーマに合わせて顔一つ作るっていうのもやっぱありですね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。私自身今日のアイシャドウなんですけど、本当にお母さんにもプレゼントできるし、例えば大学の入学祝いとか、まあ、そういったのにも年齢問わずに ものすごくヒットするような、誰にでも馴染むような、あの長く愛されるような商品だったなっていうのと、まあ、チークの方なんかもあのちょっと新しくて塗ったところが本当にツヤになって感動したので、まあ、全てのアイテム感動したんですけど、今ちょっとこの2点だけ強調したんですけど、皆さんもぜひ、概要欄の方に URL 載せておくのでチェックしてみてください。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか、目元にちなんだことだったりとか、アイメイクとか、そういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。